こんばっち8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は天才二塁手作成。右投げ左打ちのセカンド、フォームは鮫島、好きな球団は木枯らし君からいぶし銀狙いで広島で行きたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。さあやっていこう。ドン、星167。なかなかだね。ただなかなかでもマップの形が悪い。赤がど真ん中に3つもあるよ。田中さんかな。はい、人気者。あー楽しい。うん、田中さんも特納ね、5個ぐらいねあったと思うんで、うん、その中からそれをもらってきますかというね、うん、ものもらってきましたね。待ってよ、守備系ばっかじゃない、肩守備補給しかなかったんじゃない。あららら、ら文句言ったらこうなったよ。それは悪意ですな。これハテナでね行きたいですね。はい、ナイス10。ひどヒット、ハテナマス2つでマイナス10に青なくし、それは痛すぎるって。どうする、やる気ボナーとりあえず取っとくか。はい、赤をなくす、それよそれよ、それを常に出してくれ。で真っ赤かメヒアさん守備取って、はい、いや現象ハテナがちょっとご機嫌斜めじゃないですか。いいんですかそれで。いいね、回復量はいいね、回復量はとりあえず犬にあって、プロエリー、それはありがたいね。で男は黙って攻める。うーわ、またかよ。吹っ飛ばし、カードはいい、カードはいい。ただうん、ハテナマスがやばい。ここから能力が上がるってことをね楽しみにね、この後見ていただけたらと思います。どうしよう、これ来るかな、来ないんかい。蝶野さんだな、蝶野さんが、はい、サンキュー。よしよし、もうね流れはねこっち持ってきたと思って、なんでそっち逃げる。うん、流れはこっちにやってきたと思うんで、ここからねガンガン上げていきましょう走力。いやいや、選手がなぜそっち行くんだいと。マジそんなはず、帰ろ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 。ここ一帯をねぐるっと取ろうと思ったんだけどね、うん、帰ろ帰ろ、もうやってられん。さあステージ3終了、気持ちを切り替えていこう。ステージ4で、うん、まあまあまあ赤1個は仕方ないか。はい、勝った。でもまだまだ弱いんで、ナイス4。まあまあまあいいさいいさ。この辺のね青をね全部全部総取りしていく。でもまたなくなりそうだよね。いやいや、初手ロックの位置さおかしくない？ 1 マスしかないんだぜ。そこにピンポイントに降ってくる運命力。うわー、吹っ飛ばしカードな、もったいなかったな、残しときたかった。そうなると野球マンは温存しておきたい。うめえ。お、これいいんじゃない、上からねぐるっと回ってつるっと滑って、もう一度戻って、ああこれはやっと300よ。天才でやっと300はやべえって。でもバランスが整ってきている。いいよいいよ、これはいい感じに来てる。この辺取って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 、ミートエース上がってきたぞ上がってきたぞ、いいぞ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 。やっぱね絶好調だとねめちゃめちゃやる気ボーナス発動するんで、どんどん上げられますね。さあ最後だ。で確かアンパンマンさんね、プロ入りを持ってるんで、うん、どうしようかな。弾道がないから弾道考えるとパワーも C のまんまがいいよな。さあアンパンマンさんにお会いして逆境とかかな。プルギウィース、総力守備系あげたいね。ははは、遠、それは遠い、シャッフルしたいな。
舐めてんのかよ。なんなんだこれは。あざっす。おかしいよな、降ってくる位置がな。ショテロックのもうね、どうしようもできないポジションにいて、カレンさんの回復量がなくなっていく。箱、オッケー、これでシャッフルだ。総力、お、いいんじゃない、一番バッターとして、うん、やれる気がする。あと宝箱もう一個と青マス総取り。お、いいね。まあ、ただこっち側行ったところでになるから、おお、1、どこだい、下側、下ブロック、下ブロック、上ブロック。それはおつらすぎますな。上風呂でしょ、無理無理、諦めよう。ここで無地が輝いてシャッフルが出てくる、それしかない。回復、肩、うん、補給上げてーなー。補給とりあえず上げて、野球マンね、うん、知ってた知ってた、お疲れ、もういいよ、うん。そうなるとここからどうお願いをするかと。まあ、こっち側まで行きたいね。そっち側まで行きたいね。ヒーリングお願いしよう。ナイス選手、よかった。ミート対応じゃなくてよかったな。サンキュー。どうする ?1、2、3、4、5。そうだな、赤1個踏んで4つ、まあ、3つか、取れた方が美味しいよな。うわー、弾道1。嘘だろ、弾道一回も出てこないで最後弾道落として、嘘でしょ。うわー、ほっほいくか。うん、ワンランクね、上がる可能性を考えると、うん、4出ればいいんで、22でいいんで、はいはい、オッケー、狙い通り、弾道以外は素晴らしい。いかがだったでしょうか。これはなんだかんだ粘り勝ちだと思います。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星471から、しないくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。弾道1のパワー B、プルヒ。特殊能力が少ないのもそうなんですけれども、基本能力噛み合ってないのがもったいない。それでもこれがサクサクセス、面白い選手ができました。それでは期待してオートペナント回し見ましょう。はい、1年間オートペナント回しきました。結果はこちら、打率3割4分4厘、見事首位打者のタイトル獲得、さすがミート S95ということで、206安打、こちらも最多安打。今回はいつも野手の場合は打工にしてるんですが、レベル3で普通にやってみました。2塁打33の3塁打が4。うん、何も言わない。ホームラン13本と、やはり弾道1じゃ厳しかったかな、パワー B。で、今回1番バッターだったので、83打点と。うん。そんな感じです。あとの数字はこんな感じで、おお、50盗塁、大島さん、これはすごいですね。それでも走力 A、緑特能なし、それで22盗塁。ごめん、嘘ついた。緑特能はありますね。人気者。オールスターは圧倒的な票数で出場しました。22盗塁はまあ、走ってくれた方でしょう。あとはこんな感じで、この連続出塁ね。うん。数字がおかしい。16回の猛打賞で、あとは、タイトル取ったのはあとここ。最高出塁4割2分5厘と。今回は新人王ベスト9ゴールデングラブ賞に最多安打、最高出塁、首位打者のタイトルを獲得しました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。